皆さんこんにちは、アシュラです。よろしくお願いします。はい、ってことで最近マジでガチャしか引いてねえ気がするんだけど、まあ引きたいやつが来てるからしょうがないよね。はい、ってことで、UQのエルフヘイム3、引いていこうかなと思います。まあ長距離曲にね、まあハマるかなと思っていたんですけれども、長距離曲のギミックがね、もう重力と地雷と、はい、で貫通タイプというね、感じでもう発表されましたと。でどの属性もギミック自体は一緒なので、まあ多分属性だけが変わるのかなっていう感じかな。うん、なんでおそらくこの地雷重力キャラ以外はハマってこないんですよね。で地雷重力キャラ今回の新ガチャにいるかって言われるといないです。はい、じゃあなんでお前引くの？はい、まあリコールのパートナーだよねこれね。なんかそのフランクリンアルファとムーが当時天魔の球で刺さったじゃないですか。あんな感じでそのフランクリンアルファだけいても毒撒くやつがいないから、フレンドのムー一体でも毒一体だとちょっと撒きづらいなってなっちゃったりとか、逆にムーだけいても毒撒いてもね、フランクリンアルファのドッキラー L がいないからフランクリンアルファが足んないみたいな、あの結構もう2人で1つみたいな感じのハマり方してたわけだ、フランクリンアルファとムーって。でこのプルケに関してはマジでリコールと、一緒にハマる。うん、ハマってもおかしくないって言い方した方がいいか。まあ、リコールがもうあからさまにパートナーがいないんですよね。あんなクソみたいなコネクトスキルもらってて、明らかにもうそのパートナーがいないんですよ、おつこまみたいにいい相性のやつがね。でこのプルケがめちゃくちゃに相性いいの。うん、重力ダメをブロックで、キラー持って殴りもできるっていうキャラクター でかつこれ妖精族だね。うん、まあこのお酒シリーズは今のところ全部妖精族で来てるので、多分全部妖精になってるのかな。はい、でまあテキーラとの関係性もあって妖精だとは思ったんですけど、そのまま妖精でしたと。はい、でリコールのね、あの超砲撃から繰り出されるね、あの友情コンボも白爆で誘発できるしっていうので、まあプルケとめちゃくちゃ相性がいいっていうんだよね。うん、なんで今後もしかしたらハマってくるっていう可能性があるような新イベキャラだと思いますので、仮にハマんなかったとしてもコネクタしてこの性能を使えるなら割と強めになってるかなと思いますので、まあ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 このプルケ狙いかな。はい、でプルケのこっち、はい、スピリタス。スピリタスがまあね、当時俺エルマル&コニールアルファを引き逃して、めちゃくちゃそのワンパンできるだったりとか、あの友情コンボで、ワンパンできるだったりをねできてたやつを、持ってなくて結構後悔したんですよね。なんでこう尖ってワンパン系ってなってくるキャラは比較的引いておきたいなという、まあ、気持ちになってます。なんで、まあ、スピリタスと、プルケこれ狙いで、はい、で確定ガチャ買っちゃいました。匂わせパック俺マジで全然買わないんですけど買っちゃった。うん、だって3分の2欲しいんだよ。うん、これで貴族出たらもう発狂。うん、さすがにね、3体中欲しいの2体いるわけで、どっちか引ければいいわけだから、さすがに貴族性ってことはポーン。まあでもいいですよね。こっち、はい、こっちを引かなきゃ男じゃないと。うん、確定ガチャに逃げてしまうとやはりその今後のガチャも戦っていけない可能性がありますと。で今年やっぱクリスマスだったり年始が来たりとか、来年ね1月1日に来たりとかのガチャも戦っていけない、その確定に頼ったら自分で引くことが大事なんですよね。ってことでスプリタスと、プルケこっから狙っていこうかなと思います。でも逆に言うとこの2体が欲しいから、あそこでこの貴族性を出しておいたことによってコンプ、はい、進化者コンプとかいつぶりだ、してないもんな、しばらくな。でも最悪スピリタスは諦めていい、プルケは諦めたくない、リコールのパートナー。そう、リコールガチガチに厳選したけどさ、まあ、相方がいなくてマジ使えないっていう一番嫌なパターンですよね。そう、適性をもらってないから使えないとかじゃなくてさ、ある程度使えるシーンはあったじゃないですか。うん、なのにそのあれがもらえてないだけだからね、そのパートナーがもらえてなくて使えないっていう一番しょうもないパターンだから、ちょっとマジ頼む、マジ確定パックどっちか出ると思ってたけどな、そんな薄いとこ引く、止まってくれよ。やべえ、俺ね今年前半マジでガチャ運良かったんですけど、ここ直近のガチャ運がマジで低い、本当に全部一問に持ってかれてる気がする。どうしたの、ね、まあでも言うて先月も得るもんなしだったか、新ガチャとピリカ引いて何一つ得るもんなし、最終的に千早まで引いて何も得るもんなかったもんね。やばい、待て、やべ、夏入ってからちょっと引きおかしい、マジで引けねえ、いや頼む確定ガチャに甘えてたからだ、いやマジ頼む、もうこんなサクサク溶けていくのやばいって。また今月もいっぱい使っちゃってるって、漫画読むの我慢してるからね。俺なんと最初の3話無料で
3話で止めるという技術をゲットしました。はい、どっち、よし、とりあえず OK、まあ、とりあえず OK、 プルケ出れば OK です。スピリタスは、まあ、最悪諦めるわ、これ次の次元出なかったら OK。 いや俺今までね3話まで無料みたいなやつで止まることができなかったんですよ。まあ大体の人そうだと思うんだけど、3話まで無料で読んじゃったら続きになって今出てるところまで全部買っちゃうと思うんだけど、俺なんと3話で止めるというね技術をね最近身につけました。それによって漫画に使うお金の金額がガッと下がった。だからガチャ引いて大丈夫あと3連はいく。え、これでキュピラ、やだんだけど、これでキュピラせんの、これで溜まっちゃう、いや待って、逆に考えろ、これ単発引きたいんだ、単発引きたいんだ、東京東京、まあいいですよいいですよいいですよ、この後に保険ね、星玉という名の保険が待ってるんで別にいいです、これ出なかったとしても全然 OK。 いやーマジこれで確定ガチャのところね闇だったらねもう完璧だったんですけどね、単発で出てもおかしくないよ、おかしくない、やっぱラグいよね、てか星玉の時は絶対ラグいってパターンなのか、ってことはたまったやん星玉ね、ね、星5、6出てないってことじゃん、これもう完全にラグったら星玉がたまったってことだから、ここで星5、6が出ないってことですよね。でもここで完璧なタイミングのキュピン、いやキュピンなくていい、もうキュピなんていらない、うん、ステップガチャでもうキュピン内であるキャラに行きましたから、久しぶりに見た、めちゃくちゃ久しぶりに見たわ君、え、またこのワンパンキャラまたスピリタスとかこういうキャラを取り逃すの、こいつらはねそのワンパンキャラとかと違ってその番手がめちゃくちゃ大事になるんですよ、ここに入れたことによって3手ワンパンとかできるので、だからフレンドで使うじゃもう賄えない位置に入ってくるんですよね、結構その自分自陣で使うっていうのが大事になることが多いから、この手のキャラって、いやマジだって即殺エールで3番手運用ですもんね、ん即殺エールで4番手運用か、あ、いや3番手だよね、合ってるよね、いやマジ、いや違うわ、3番手運用か、ん1ターン2ターン3ターン、あ、ごめん合ってるわ、うん、いやこれ欲しいなちょっとな、でも俺この単発をうじうじ行くの嫌なんだよな、行きます、多分これだけにするわ、1回だけ男なら1回、えっ、あ、びっくりした、今俺画面をヒュッてやっちゃったのか、一瞬ちょっとカクってなったからマジでなんか来たかと思ったわ、はいはいはい、壁ドンですこいつ、もう超さ最近ガチャ引きまくってるけどさ、俺最近何か得た、マジで、え、だって千早出なかったでしょ、その前何引いてた俺、あ、あれだ、モンストジェネレーション引いてたでしょ、何も出てないよね、でステップガチャではまあ一応お実りはあったけど、あ、これまずいね、ね、まあ確定ガチャのせいだな、もう確定ガチャを信じすぎたわ、うん、確定ガチャ引かない方がいいかも、自分で気に入った方がいいかもしれないね、そう考えるとね、もう次から確定ガチャなしでいくわ、うん、確定ガチャに頼っちゃいけない、ね、欲しいキャラ2体いるからいけるかなと思ったけどやっぱすり抜けるね、はい、ってことで、今回は珍しくっていうか新ガチャもね、もう俺ピリカみたいなパターン嫌だから、天までね適正がいないってパターン嫌だから、ある程度引きに行くとは思います、よほどうんちじゃなければ引きに行くと思いますんで、そうっすね、今回はまあ1体、まあプルケルだからいいよ、リコールとの、ね、相性っていうのでね、1体コネクト要因で連れていければいいんで1体でよかったので、まあ、これ以上追うとスピリタス以外がどんどん重なっていくみたいな事象が起き始めますので、一旦これで打ちやめにさせていただきます、ということで、ここまで見てくださった皆様ありがとうございました、よかったら最後にねチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです、それではまた次の動画でお会いしましょう、バイバイ。